岐阜県高山市の,のりくらスカイライランでで道路が崩落。工事を終え、明日全面開通予定でした。今朝8時半ごろ高山市浦川町の乗鞍スカイラインで長さおよそ38メートル幅およそ10メートルにわたり道路が崩落しているのを現地の確認に来た施工業者が見つけました岐阜県によりますと原因は分かっておらず乗鞍スカイラインは今朝から全面通行止めとなっていて 復旧の時期は未定です。この現場はおととし7月の豪雨で長さ50メートル、幅6.5メートルの崩落が発生していて復旧工事を終えあす午前3時半に全面開通する予定でした。